米女子ゴルフツアーメディヒール選手権最終日、2022年10月首。米カリフォルニア州、サティコイクラブ6635ヤード。パー72、5打差3位から出た渋野ひな子は2バーディ。1ボギーの71と伸ばしきれず、通算10アンダーの8位で終えた。トップ10入りは、8月の AIG 全英女子オープン以来、直近5戦で4度の予選落ちのトンネルから脱出し、 アジアへと向かう。佐藤ゆかは6位から1位イーグル。6バーディー、2ボギーの66をマークして通算14アンダーの2。ジョディ、シャドフが通算15アンダーでツアー初優勝した。最終18番を終えたシブノは、白黒のウェアでコーディネートを揃えた同組の佐藤と笑顔でハグをした。逆転でのツアーに正目はならなかったが、約2ヶ月ぶりのトップ10に手応えを感じた4日間。 今年の初めより前に進めていると思えた。メンタル面も全然違った気がする。今日は楽しかったと頷いた。5打差を追って出るも、4番でボギー先行。重苦しい雰囲気になりかけたが、9番パー3で第1打をグリーン右前に外しながら、第2打を10センチにつけ、11番でもグリーン右前から1メートルに寄せてパーセーブ。追って暗い難しいところから頑張ったと。 アプローチでの粘りが終盤の2バーディーにつながった。同組の誘うが66をマーク。前日に相談したシャツの色で白じゃないって怒られたと笑いつつ、めちゃくちゃいいプレーを間近で見られて楽しかったと刺激をもらった。次戦の韓国での試合を経て帰国し、日本で2試合に臨む。報道陣からの光が見えてきたかとの問いに、そう思えるよう頑張りたいと力強く答えた。誘うはと一打。 猛追届かず、最後の5ホールで4バーディーを奪って猛追した佐藤は、わずかに1台優勝に届かなかった。スワーに正面を逃したが、我慢のゴルフができた。いい勉強になった。8番パー5で残り、180ヤードを5愛で3メートルに寄せてイーグル。コース内に掲示板が少なく、トップのスコアがわからなかったという状況で迎えた最終18番も3連続バーディーで締めた。渋野と、 試合で同じ組で回ったのは今年初めてで、部の先輩と回れるのはすごく楽しいと。この記事についてネット上では様々な声が上がっています。佐藤ゆか選手、部の先輩と回れるのはすっごく楽しい結果。惜しくも14で1打差の2。渋子さんもよく粘って十と1打伸ばして8位対今回メジャー覇者同士の組み合わせは佐藤ゆか選手に軍配。来シーズンは 二人どちらが先にメジャーに正面かの競い合いにワウは、ワウはウンデーマンドを見る楽しみが増えました。今回の4日間は出遅れから始まり、落とし穴スタート後の爆発スコアあり、きっちりアンダーあり、そして粘りのアンダーで締めた。ファンとしてはもっと上位の願いもありました。しかし、大崩れしなかったのがとっても嬉しく、本は過週末になりました。やはり、 最近不調にあえいでいた佐藤さんも結果が出ました。共に次戦に過度な期待はしませんが、これを機にさらに輝き出して欲しいと思っています。この見出しでは佐藤選手は猛追したけどトップ10に届かなかったの意味に取れますね。佐藤は猛追期奪わずに、渋野は2ヶ月ぶりのトップ10が正しい見出し、二人とも同組でいいラウンドができ、いい結果が出せて良かったですね。一時期、 予選カットライン上の女王とか女番領くんなんて言われてたけど、少し良くなったのかな。コースとの相性もあるのだろうけれど、頑張ってほしい。ほんと、佐藤が2位まで追い上げて素晴らしいことなのに。なんで、渋野選手の記事ばかりなんですか私は、後半見られなかったので、渋野選手8位なんだと思ってみたら、リーダーボード見たらなんと、佐藤が2位じゃないですか。やはり、みんなの言う通り、 少し記事がおかしいと思います。最終日を見てると、ゴルフはパターだな、あと思う。渋野ひな子も、もう少しパターが入れば、もっと上位でフィニッシュしていた。渋野選手の記事ばかりが目につく女子ゴフル会。成績が良くも悪くもこのありさま。この選手の人気は衰えを知らない。また、それに応える本人もすごい。国内で2試合、参戦する予定とか、ファンの笑顔を推察するが、 小技が下手を打たないようになると、ベスト10に入る力があることが分かったのではないでしょうか。賞金ランキングも24位。1年目言うことないでしょう。支部のばかり書いて佐藤が頑張っていることを、今回は記事にすべきである。支部の予選落ちばかりで、たまに頑張るだけでは、一流になれない。最終日は、とにかくパターが届いてなかった。距離感が合っていなかった。それ以外は良かったから。 あと20、30センチメートルと解いてれば、優勝できてたが、国内女子はスタンレー、レディス、ホンダ最終日、優勝争いが大混戦となる中、首位スタートの小岩井桜が終盤で一歩抜け出し、逃げ切りで今季2勝目を飾った。通算では8勝目となったが、10月以降に限ると初めての優勝。試合に出続ける鉄人だけにシーズン後半は疲れからか。 やや失速する傾向があったが、今季は終盤戦まで強い姿が見られそうだ。